今回はナミさんのうぶな反応から思春期なのではと気づいてしまった読者の反応集を紹介します。ナミさんってちょいちょいうぶだよね。うぶなのに3時とウソップとブルックがお風呂覗いてもボコボコにしばくだけで許してくれるのすごくない？頬は絡めるのいいよね。言うてまだ20歳だし。自分から見せるのはいいけど心の準備ができてない時に向こうから来られるのは困るのかな。何その可愛いの。恋愛経験皆無の耳と島だろうし。ちょっと待ってくださいね。ギャグ補正なかったら普通に騎士レベルのダメージ量を与えてると思うんですよ。ゾロが波に殴られた大人ももがすぐ起き上がったの見て頑丈だなって感心してるから相当なレベルだね。ナミさんって強がって生きてるだけで実際迫られると怯えそうな感じ。エロい目で見られる先の解像度低そう。割と今思春期来てそう。事前に言っておくけど閲覧注意ついてないから過激な列上出すのはやめとけよ。まあベルメールさんに自分の体を武器にすることを教わって勝手に覚えてたからな。言動だけ真似して心情が追いついてない子供そのものよ。魚たちに囲まれて暮らしてたり枯れたじいさんたちに囲まれて暮らしてたりで恋なんてする暇なかっただろうしな。母性愛も2年後に超深まったのよね。愛さとは姉妹みたいだったな。後半すごい懐かれたよね。ナミさんに抱きつく愛さも、小さい子に懐かれるナミさんも可愛かった。確かに2年後急に子供好きキャラになったな。2年の間に何かあったのかでもキスに照れるし8歳児に抱きつかれて殴る。空島とかは敵が強すぎ&未知なる大陸でのサバイバルで子供を守る余裕がなかったんじゃない。2年後は強くなるための修行も勉強もしたし。仲間とも一緒にいたから子供を気にかける余裕ができた。あとは純粋に18、20歳の心境の変化。その子を守るためとはいえアーロンパークで子供ぶん殴ってたからな、ナミさん。鬼ヶ島で私ダメみたい子供に手を挙げるやつ、と角の面下げて言ってんのよとはちょっと思った。もしかして昔の弱かった自分がそうだったから今は絶対に許せないってことなのかな。2年経って自分が強くなって仲間もできたから余裕ができたのはわかる。波の中での悪人イメージはまさに子供に手を挙げるやつなんじゃない。アーロンパーク時点の波は目に見えて悪役ムーブしてたし、自分のイメージする悪人を最大限演じてたんだろ。あの時は子供守る必要もあったし。母性が強くなったのは波が素を出せるようになったことと波自身の子供から大人へって変化じゃないかな。やっぱり2年経ったのは大きいんだろうな。思春期の2年ってぐっと大人びるからね。ここや志村から助けられて余裕が出てきて、今度は自分がルフィを助ける番だ、と2年間ずっと思って頑張ってきたんだろうし。原作読んだ時はゾロに歌詞作ったりお金のがめつさとかしか見てなかったけど、あの爆買いシーンにおそらくあんな意味があったとは。わかりやすいスケベ心は鼻で笑えるけどガチっぽいのは耐性なさそうなイメージ。そういうところも含めてうぶっぽさある。パンツ見せてくださいとか実際言われたらドン引き不可避なのに毎回突っ込んでくれるナミさんは優しい。口で言うより本人はまだまだ子供なんだろうな。周りの環境で大人ぶるのが癖になってただけで。多分意味わかってない時代。アーロンが体で払い返すかけの方針でまだよかった。こういう態度が当たり前の中で育ってる子だから相手が相手なら無事で済まなかったかもしれない。ロビンの何でもしますは不穏なフラグしか見えないし本人も割り切った上で言ってそうだったのがおつらい。まあ波が同じ魚人族だったらアーロンも体で払え意味深してたかもしれないし。と思ったけどあいつ同族には手あげないんだったわ。人間だったからこそアーロンに囚われてたし性的な無体は働かれなかったと思うとなんか皮肉だな。このシーン見ると手を出されてないのか不安になる。他の魚人はともかくアーロンは体のお頭の最後見てるしな。アーロンからすればドブネズミや猫とそういうことする気になるか、って感じだろうね。本人の言葉を借りればだが。個人的に2年後に子供好きが分かりやすくなったのは強くなって守れる側になったからかなって思ってる。もともとみんなに傷ついて欲しくないから助けてって言えない子だったし、守れるようになるってことが本人的に大人になった自覚なのかもしれない。ただその2年間いたのはジジイだけの空島なので恋とかはね。その殴った子供に対してすらお金をあげるはしてるから完全に優しさなくせてないんだよな。下着は OK 裸はさすがにちょっと。サンジといいナミといいネが優しい人たちは悪役ムーブしようとするとそのまま嫌いな人の餌になってるよな。ハンコックとかお辛い人たちに飛びつするやつ。ハンコックは少年代わりとあれだからそこと並べるのは違うだろ。性格はともかく少年ね、描写少ないけど激辛料理に甘い隠し味みたいなもんよ。悪役ムーブとかでもなんでもなく通り道にいたからという理由で小動物を蹴り飛ばすような性格だからな。性格悪いわけではないけどナミやサンジのような辛い過去から他者へ辛く当たるのとは違うよな。辛い過去から他者に強く当たるのは正しくハンコックだぞ。奴隷であったことを知られたくない、もう誰にも支配されたくない、見下されたくないからああいうムーブしてるんだろう。年季が入ってるから染みついてるだけで性格は悪いとは言わないけどあれなのはまあでも優しいじゃん。スレがのどこに産む要素があるのかわからん。
最近まで可愛がってた子供がでかい男の姿になっても同じノリで乳もんできたら動揺するのは自然だろ。言いたいことはわかる。確かにそうだが、もしロビンだったら乙女的反応せずに秒でスクラッチだっただろうからまあ。ちなみにロビンちゃんの対応は対応で好きです。ロビンだったら鼻鼻で回避すると思うよ。そもそも触れられん。しょうもないレスバ発生しかけてるから何さんに話戻すけど。仲間なりたての頃のフランキーから小娘って呼ばれてたの好き。今は母性も胸も到底小娘とは呼べないけど。いいよねフランキーが何を認める名シーン。というかウブというには他者的に容赦ない気がするぞ。クルーの中では弱いってだけで、素手でスーツの生地を引き裂くあたり。やっぱりそこらの町娘とはフィジカル気が違うね。まあこういう反応にウブか否かは一切関係ないよな。逆に言えば男性経験豊富な女性は不意に体を触られても人のキスシーンを間近で見てもなんとも思わないって言ってるようなもんだし。そんなんは人による。ロビンちゃんが今やっと青春を謳歌してる程度にナミさんも今やっと青春を謳歌してるからな。色仕掛けは知ってても恋愛経験はないナミさんとピュアな恋してぇなぁ。金にがめついけど物にこもった心を理解してくれないわけではないだろうから。一生懸命お金貯めて買ったそこそこの価値のプレゼントも喜んでくれたりしねえかな。2年前は幸せパンチできるくらいには平気だったけど、老人しかいないウェザリアにいた結果男体制が弱まってる説。言うて初登場金右衛門が追いはぎのせいで身ぐるみ剥がされた昇進中の女性と勘違いするほど普段の露出度は高い。男の前で全裸を晒したという事実。絶対右のガキ性癖死んだだろ。性癖をどんな意味だと思ってんだ。自分のプロポーションの良さに自信もあるし露出が高い格好は可愛くて好きだからよくするけど。本格的に好きな人ができて両思いになった時にはキスなどの具体的な話になるとタジタジになってそうな反応をしてるのが良いのだ。いい？不意打ちすると恥じらいあるのが良い。波の胸に花が刺さってそうなウソップ。アーロンにて出されてた可能性否定しきれないと思うから断定してる人なんか怖い。時にはおっさんみたいなこと言う自分にセルフツッコミ。これなんかおだっちに言わされてる感あって悲しい。少年漫画の主人公の仲間の女の子だからな。そりゃエッチな展開になってもすぐ怒ってあっさり許してくれるし。気分が乗った時はなんと見せてさえくれる。でもウブな反応も可愛いからできて当然だろ。ナミさんの見た目が可愛いのはもう知ってる。ナミさんの性格面のここ好きポイント教えてくれ。誰がなんと言おうと2年後のふわふわロングが好き。ゴールドの羊っぽいアレンジは神。ルフィが何かを決定する時の仕方ないわね。みたいな顔。サンジ君トラオ君みたいに男子をたまにくん付けするのが可愛い。普段は強気だけど仲間の身に何かあった時は平静を保てなくなるの可愛い。最近だとルフィがやられたと思った時の反応が最高だったよ。四皇が相手でも恐怖なんて吹っ飛ぶレベルで激高したり。色仕掛け得意なのに他人のキスで真っ赤になるあたり恋愛関係はやたらうぶよね。体が武器になることは知ってるけど見せるまでで実際に使ったことはないんだろうなって思ってる願望。美人なのに中身ちょっとおっさんなところ好きすぎ。意外と人情かなところ。